深田さん私のこと元から知ってたんですかっていや、やっぱりエンタメってすごく必要な仕事なんだなっていう、必要な存在なんだなっていうのを強く感じたので、まず一番最初に本当に悪い人が一人も出てこないなと思いました。なので物語の中で人が障害になることってすごく多いと思うんですけど、ライバルが出てきたりとか、何かこう立ち向かわないといけないところに人がこの作品はいなくて、どちらかというと過去だったりとか、みんなそれぞれ抱えている苦しみ、生活環境とかっていうところが障害になってるので、それをみんなで乗り越えていこうとしてるっていうのはすごく今の時代にも通じるところがあると思いますし、台本から投げかけられてる言葉が自分に投げかけられてるような、全部エールに聞こえる時があって、そこがすごく夢のような世界だなと、はい、思いながら、すごく優しい気持ちにさせてもらえる多幸感のあるドラマだなと、はい、思います。恋愛に対して前向きになれない気持ちとかっていうのはすごく理解ができるところがあります。はい、なのでそこで急に和樹みたいな人が現れた時の戸惑いとか、なんかこう素直にそれを受け取れない気持ちとかっていうのはすごく恋愛面で言うと分かりますし、あとは友達に対する気持ちとか、なんか大切にしているものっていうのはすごく感覚が近い人だなと思うので、一回あの岡田さんのラジオに出させていただいた時にすごく分かるなって思うところたくさんあるんですけど、岡田さん私のこと元から知ってたんですかって初対面だったんですけど聞いたぐらい近いなと思うものがあります。一番すごく思ったのは、自粛中に私自身いろんな映画とかあとドラマとかを見返していて、お仕事から少しその期間離れて、とても純粋に物語を楽しんだりドラマを楽しんだんですよ。その時に、ああやっぱりエンタメってすごく必要な仕事なんだなっていう、必要な存在なんだなっていうのを強く感じたので、いろいろと映画館人入れなかったりとか、ドラマも撮影が止まったりとか、いろいろと不安になる要素はあったんですけど、それでもなんだかすごく不思議と前向きな気持ちになれて、もうここをバネにしてできるようになったら思いっきりやるぞっていう、みんなで思いっきりいいものを作りたいっていう気持ちがすごく、はい、芽生えました。で今年は伝える年にしたいって言ってたんですよ、私ずっと。でもそれこそ、 その伝える年にしたかったこの2020年にコロナのこととかがあって、伝えれる機会がすごく減ったような気がして、ちょっと正直やっぱり思っていたような年1年にならないのかなって思ったんですけど、高校生の時って学校生活がすごく長く感じてたんですよ。でそれってきっと初めてのことが多かったりとか、一日一日をすごく濃ゆく感じてたから覚えていることも多いし、毎日覚えなきゃいけないことも多いし、それですごく充実して長く感じていたあの頃のような、コロナ後のすぐ今もそうなんですけど、すごく一つ一つのことを考えるようになりましたし、あと伝えれるうちに伝えとこうっていう気持ちにはすごくなったので、友達もそうだし、応援してくださってる人もそうだし、あとお仕事ご一緒する人にも、何か思うことがあったら一言でも話せるんだったら伝えようっていうのは、すごく意識的にそうなったし、できたかなと思う1年でした。姉ちゃんの恋人はきっとこれから先何年か経っても、この先にずっとちょっときついことがあった時に見返して、どのシーンを見ても優しい気持ちになれるので、ちょっとへこむなっていう時に思い出して見返して、心の中であったかく自分を支えてくれるドラマになると思います。